ジェームズ・ハットンは、イギリスの地質学者。近代地質学の基礎となる地球間である、生一説の提唱者として知られ、その説を証明する、地質学上有名な、ハットンの不整合を、スコットランドのジェドバラとシッカーポイントで発見した。また、火星論者としても知られ、その研究から、地球の年齢が非常に古いことを示し、地質学が、従来のキリスト教的、 若い地球間から脱却することにつながった。英国ジェドバラにおけるハットン不正合のサシエと2003年写真シッカーポイントの傾斜不正合商人の子としてスコットランドのエディンバラに生まれ、1736年10歳の時エディンバラ高等学校に入学し、ラテン語、ギリシャ語、数学を学んだ。1740年11月14歳で大学に入学し、 エディンバラ大学で法律を学び、1743年の春卒業し、母親の縁子で弁護士事務所に就職するが、彼に適していなかった。1744年の秋に、パリ大学、ライデン大学で医学、科学を学ぶ。1745年8月、秋の授業再開を待っていた時、チャールズ・エドワード・スチュアートが反乱を起こした。 ハットンの勉学の邪魔になったばかりでなく、エディンバラの市民に多大な影響を及ぼした。1747年の末、パリに移り、パリ大学で医学の勉強を続けた。1749年9月には、ライデン大学で医学の学位を得た。この時の論文は、マイクロコスモスの血液と循環と題するもので、後に地球についても循環という考え方を適用した。 ハットンはコリン・マクローリンの自然哲学の講座においてアイザック・ニュートンの考えに初めて触れた。それが後のハットンの考えに重要な作用することとなった。一時期父の残した農場の経営に当たるが1768年末20年ぶりでエディンバラに戻った。独身であったが1770年にセント・ジョンズ・ヒルに家を建ていずれも 未婚の三人の姉妹と一緒に生活した。エディンバラで研究生活に入り、スコットランド、イングランド、北部フランス、オランダを旅行、各地の地質を観察する。ジェームズ・ハットンの地球についての学説発表のための第1回目の講演会が1785年3月7日、エディンバラ王立協会主催で大学図書館で開かれた。 二回目は四週間後の四月四日に行われた。1795年、地球の理論を出版。しかし難解であったため、当時は評価されなかった。1802年に、ハットンの友人である、エディンバラ大学の数学教授ジョン・プレイフェアが、ハットンの地球理論の解説を1802年に、出版、一般に理解される。ハットンは四年前から病に侵されており、 1797年3月26日の土曜日の夕刻、70歳の生涯を閉じた。エディンバラ城の南にある街中で一番広い、グレーフラヤの墓地に葬られた。ハットンは、現在の自然現象をもとに、過去の地質現象を合理的に説明することに努め、地下の火の作用を重視して、熱の膨張力が大地を隆起させ、地層を変化させ、この過程で地殻に割れ目を生じ、 マグマが侵入すると考えた。また、火山は広域的な大地の上昇の安全弁とみなした。A.G. ウェルナーが水性起源とした火工岩を火星起源とみなし、火星論者の代表とされたが、二次岩層の形成など、水の作用も重視した。ハットンの説はライエルにより高く評価され、彼の著書、地質学原理によって広く普及することになった。ジョゼフ・ブラック、 ジェームズ・ワット、アダム・スミスらと交流があった。地球の年齢について数字でたどり着けるかダーウィンは種の起源初版で一例としてイギリス南部のウィールドの谷が3億年かかって形成されたと書いた。大批判が起こり第三版からこの推定値を省いた。数年後から地球の年齢を計算しようという本格的な試みが始まった。当時は 大学教育を受ける、標準的な年齢だった三巻の計画であったが1797年までには二巻、交換され、三巻目は未完であるタイトルからも、わかる通り、ひたすら、ハットンの名誉を重んじるために書かれている。ありがとうございます。